さあ、三ツ池公園、三ツ池公園やってまいりました。すごい期待できそうです。池が広がってるんですかね。それにポケストップもこれだけあるので、すでに影にサイホーンが出てるので、サイホーンサイドンたくさん捕まえていきたいと思います。とりあえず公園の中に進みましょう。別に池あたりまで来て、サイドン、サイホーンですね、サイホーン1匹目が出ました。こんな風に池とか、あとはサッカー場、野球場があるところですね。行きます。来ました。160、よし行きます。横浜市鶴見区、20分ぐらいでやっと2体目です。公園内をぐるぐる回ってはぁはぁ言いながら、高台登ったらサイホーン来ました。今度は CP いくらでしょう。421、まあ普通ですね。とりあえずこれ終わったら時間が時間なので、お昼ご飯食べたいと思います。隠れているポケモン出てからがすごい長いですね。やっぱり巣なのか、2匹、やっぱり巣なのか、2匹連続で来ました。まず1匹目、よし、もう1体いくぞ、5体目、来ました、5体目。とりあえず強い CP の、お、来ました。強い CP のサイホーンを捕まえ、進化させるか、サイドンを捕まえるかまでいきたいと思います。そういうところで歩いて5秒で来ました。まあ一番 CP 高いです、1200。これ進化させたらいけるんじゃないか、結構。よし、いいですね。まずまず、まあまあ OK。はい、サイホーン来ました。よし、いっぱい捕まえていくと、いい CP が来ますよね。今1時20分なので、もうちょっとで来たと思います。よし、来た。もう雨もいい感じですね。このサイホーン捕まえる前に、なんとコイキングがメタモンに変身しました。コイキングもなるんですね。そろそろ進化か、もしくは強いサイドが見えると。はい、それでは三ツ池公園サイホーンチャレンジ、結果はもう完全にサイホーンの巣ですね。皆さんおすすめなので、ぜひサイホーンサイド欲しい方は行ってみてください。時間が今15時ということで、まあ約4時間、まあ、3時間半ぐらいですかね、回りました。まあ最後の形になりましたね。というところで結果的に23匹捕まえることができました。ですね、やっぱり1000超えが1218、1186、1003、1175、1026になったんですけども、こちらの評価を見てですね、とっても強い、最高、今まで見た中でも最高というのが出ましたので、こちらのサイホーン進化させたいと思います。今回レベル29で進化させていきたいと思います。いきます。さあ、どのサイホーンになるか。1243、まあまあですね。まあここから育てていけばというところですかね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。
また、今度はですね、違ったポケモンの巣に、潜入してみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。